4番大阪清水雅彦は4番手の位置、伊藤温泉は3回目の参戦となりました。トーチ初勝利なるでしょうか。その清水につけるのは前期 S 級の2番福井の北川文部、そして伊藤温泉2年ぶり2度目の登場、6番岐阜の服部正嗣が近畿中部の3番手となっています。さあ4番手の位置から上がっていった4番の清水雅彦だ。誘導が外れて前では1番の道場明則が突っ張っていく。赤番周回に入りました。上がってきた4番清水が2番手の位置に収まって、3番手に下がった5番の桜井城、それから3番山城、アウトコースが2番の北川文部、打賞が入りました。先行体制は1番の道場なんですが、その後ろをまんまと手に入れた4番の清水正彦です。3番手のうち並走でインコースが5番の桜井、アウトコースが2番の北川、残りは1周です。道場の後ろが清水、北川、近畿で、おっと落車転倒は2番5番3番、先頭は1番の道場明則、2番手は4番の清水正彦で、その後ろは大きく離れて6番の服部が3番手になっている。このレースは3車落車のアクシデントがありました。4コーナーを回っていく、先頭は1番の道場、道場を押し切るか、その後ろから4番の清水正彦追い詰めますが、1番4番の順、そして3着の体勢は6番の服部正嗣なんですが、ご覧のように三者落車のアクシデントがありました。2番の北川、5番の桜井、そして3番山城の3選手、3番山城選手と2番の北川選手は体を起こしていますけれども、倒れたままなのが5番の桜井選手、ちょっと心配です。さあレースのリプレイが出ています。1番の道場明則が先行体制から押し切りました。その後ろにうまく入った4番の清水が最後の直線伸ばしましたけれども、道場に並ぶまでには至りません。1番4番の順、そして大きく離れて6番の服部正嗣が3着で付けるのは3番中野智樹、和歌山の中野はマーク校舎。さあそして短期6番栃木の関圭がその中近コンビの上昇に続いていく。青番周回の3コーナーで誘導が降りて7番の下岡が出ました。3番の中野、短期6番の関3番手、そしてその後ろから5番の鈴木達也上昇していって、まずは鈴木がインを切って赤番周回です。その後ろ2番の川上慎吾が上がっていって5番の鈴木を叩いていく。2番の川上が出ました。4番の国広、東京埼玉勢、そして3番手の位置が5番の鈴木達也で、7番の下岡翔也は結局5番手に戻らされるような格好になりました。打賞が入って3コーナーから2センター、2番の川上がペースを上げていく。4コーナーからホームストレッチ、川上の先行、残りは1周です。川上慎吾が逃げていきます。4番の国広2番手の位置、その後ろ中段には北の2人で5番の鈴木、1番山口、さあ5番の鈴木がまくれるか、その後方から7番の下岡翔也がまくっていく。バックストレッチが3コーナーに向かいます。逃げる2番の川上をまくって7番下岡が捉えました。ピタリと3番中野がマーク、4コーナー回っていく。7番の下岡、その番手3番中野、7番3番でゴールイン。3着は4番の国広鉄次。第2レースの A 級予選競争です。7番の下岡翔也が5番手からまくっていきました。いいスピードで逃げる2番の川上を捉えて、マーク中野との2人中近コンビで後ろを突き放しました。7番3番の順でゴール線を通過しています。3着に入って、そして最後尾6番手が5番青森の成田直樹です。88点台と点数上位の成田は目標とするはずだった選手の欠場で、ここはどうやら短期での立ち回りということになります。まずは静岡コンビ、地元コンビの後ろに続く5番の成田です。さあ2センターから7番の大沼が上がっていく。誘導が外れました。ここで7番の大沼孝之が4番の布井を抑えていって赤番周回、2番の松山、そしてその3番手が5番の成田直樹になって、4番の布井大地が4番手に下がりました。前後入れ替わる格好となって2コーナーからバックストレッチ、打賞が入ります。さあ7番の大沼の先行体制だ。4番の布井はここでは動かず4番手、イエローライン付近の攻防となっていますが、4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。さあ大沼孝之逃げていく。2番の松山絶好の番手、3番手の位置は5番の成田で、さあ4番手からまくって出ようという4番の布井大地だ。2コーナーから最終バック、しかしまだ4番の布井は上がれないか。さあまくっていった、4番の布井まくっていく。それに対して2番の松山高ブロックだ。2センターから4コーナー逃げる7番大沼、4コーナーまた大沼先頭、2番手から2番松山、3番手から5番の成田直樹、成田でした。第3レース A 級予選競争です。大沼孝之が先行しました。
4番布井が4番手からまくって出たんですが、そのまくりに対して2番島田の松山正和が好ブロックを見せて、地元ワンツー体制かと思われたところ、3番手から5番の成田が伸びてきました。3番手となっています。アウトコース早くも上がってきました。4番の河野純吾が7番の鈴木香織に蓋をして、さあ誘導対比の3コーナーで出ましたが、7番の鈴木香織はここは突っ張るか、内側からすり抜けて先頭に出ていきます。そして2番手に下がった4番の河野純吾が今度は1番の野間司との並走となっている。7番の鈴木香織をめぐって1番の野間と4番の河野の並走となって、3番手の位置は2番の金山明治、おっと4番の河野が下がって、番手は1番の野間が守っているが、もう一度追い上げていく4番の河野純吾、打賞が入って3コーナーから2センター。さあここで1番の野間を決めて4番の河野が番手を奪うのか、いやまだ並走だ、残りは1周。7番鈴木香織がここでペースを上げました。番手の位置は1番の野間司が守っていますが、少し車間が空いている2コーナーから最終バック、3番手2番金山英二、その後ろが4番の河野純吾で3コーナーにかかりました。先頭は7番鈴木香織、これは一人旅か、番手離れていく1番野間司、4コーナー回った。さあ焦点は2着争いだ、先頭は7番の鈴木香織、2着に入ってきたのは2番の金山英二です。第4レース A 級予選競争、後ろのもつれを尻目にスイスイ飛ばしました7番の鈴木香織、そのまま先頭でゴールを駆け抜けています。そして鈴木香織ゴールの後ろなんですが、番手の1番野間が少し離れていたところ、その後ろから2番の金山が最後3連対立上昇の近況であります。シードメンバー定着を目指す山口に5番埼玉柿沼真也がついています。3番5番関東勢が上がっていきました。誘導対比がかかって3コーナーで前に出ました3番山口翼、マークは5番の柿沼真也で関東勢、その後ろに続いていくのが7番の佐々木義則、6番の下岡裕樹は車を下げずに3番手のインコースとなっています。赤番の周回に入りました。3番の山口が出た後ろから、さあ7番の佐々木義則仕掛けていって2コーナーで前に立つ、2番の高橋龍太が2番手抜け出していって、3番手のアウトコースに上がっていったのが6番下岡裕樹だ。さあ今度は3番手並走、インコースが3番の山口、アウトコースが6番下岡となって4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。7番佐々木の先行策になりました。あ6番の下岡裕樹はいっぱいで交代だ、2番手は2番の高橋龍太、その後ろは3番の山口翼で、さあ後ろから1番高橋成秀が自力に転じてまくっていく、3コーナーから2センター、まくる1番高橋成秀先頭に変わりました。4コーナー回った、先頭は1番高橋成秀です。2着はどうか、4番の上田と5番の柿沼が接戦となったようです。第5レースの A 級初日特選、下岡裕樹は残り1周でいっぱいになってしまったんですが、その番手の位置から自力に転じました1番高橋成秀が最後はまくりきって悠々とゴールを駆け抜けています。2着の体勢どうでしょうか、4番の上田が少し正攻法は1番の坂本、3番手が2番の武田健介、さあ後方5番手から3番の川口幸太郎が前へと上がっていく、川口には6番倉野がついています。ここで誘導員が降りました。1番の坂本周希は3番川口の上昇を許さずここは突っ張っていく、イエローライン付近まで上昇しました1番の坂本周希です。3番の川口幸太郎が5番手の位置に戻る格好となって赤番の周回、今度は内側から2番の武田健介がスルスルと上がっていきますが、ここも1番の坂本周希が許しません。さあ坂本が先行体制で、おっと2番の武田健介は2番手4番大森のインコースで粘っていく、打賞が入って2センターから4コーナー、坂本周希の先行体制、番手は並走、残りは1周です。1番の坂本周希の先行体制、2番手は2番の武田が奪うか、4番の大森圭一が少し下がっていった、そして後ろから3番の川口幸太郎がまくっていく、最終バックから3コーナー、先頭逃げる1番坂本、番手は2番の武田健介、外3番の川口幸太郎は3番手に一旦入って4コーナー、またさあ先頭1番坂本を押し切るか、外から3番の川口がやってきましたかどうか。第6レース S 級予選競争、先行策から坂本周希が押し切ったか、
あるいは外伸びてきた3番川口幸太郎かというゴールになりました。坂本周希の番手を奪っていた2番の武田健介はそこから誰がどこから動くのか。5番の三好圭一郎が4番手から上がっていきそうだ。2コーナーからバックストレッチに出ました。それに気づいた2番の松岡健介、松岡が5番の三好を一旦突っ張る。さあイエローライン付近まで上がった2番の松岡、さらに外にいる5番の三好がここで前に出ました。三好圭一郎が出ていって2番の松岡は4番手に引いた。5番の三好、3番の岡、そして短期の1番磯田、2番の松岡4番手に引いて、さあ逆襲狙って車間を切る。2コーナーからバックストレッチ、2番の松岡が上がってきたのを見て5番の三好圭一郎がペースアップ。さあ打掌が入って3コーナーから2センター、2番の松岡が行く、松岡が行く前、5番の三好を叩けるか。残り1周です。松岡健介が叩きました。4番の三谷、そして6番の渡辺も続けるか。インコースには5番の三好圭一郎、3番の岡光義、そして短期1番の磯田明が最終バックでまくっていく。先頭は2番の松岡から2番手4番の三谷誠司、外から1番の磯田ですが4コーナー回って先頭2番の松岡、松岡を仕切るか。この後ろ4番の三谷誠司と1番、いや3番の岡が接戦となった。勝ったのは2番の松岡健介。第7レース S 級予選競争です。2番の松岡健介、かまし先行から押し切りました。それに続いた4番の三谷、外1番の磯田明は直線で伸びを欠いて、神田亮が前とは少し車間を空けて、さあどのタイミングで上がるのか。2コーナーからバックストレッチ、バックに入ったところから一気に踏み上げていった5番の神田亮、ここで誘導員が降りました。4番の染谷幸喜はそれを突っ張りそうだ。5番の神田に視線を送って、さあ両者踏み合いとなるか。4番の染谷が突っ張って5番の神田は一旦4番手に戻ります。残り2周を切りました。4番の染谷後ろを見ながら一旦ピッチを緩めていった。5番の神田再度の踏み出しあるかどうか。2コーナーからバックストレッチ、打掌が入ります。さあ前受けからの先行となっていく4番の染谷幸喜です。5番の神田は4番手、4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。逃げる4番染谷幸喜、マークは1番土屋裕二、3番手6番梅原大将、南関勢が主導権握っている。4番手5番の神田亮がどこから動くか。2コーナーから最終バック、さあまくっていった。5番の神田亮が上がっていく。3コーナーから2センター、いいスピードで前に迫っていく5番の神田亮ですが、1番の土屋がブロック。4コーナー回って、しかし5番の神田亮か、4番の染谷か、5番の神田か、懸命に土屋が神田をブロックしましたが、ひるまず外伸びてきました5番の神田亮が、4番の染谷を最後捉えたかどうかというゴール戦場です。内が4番染谷幸喜、外伸びてきた5番の神田、4番手5番の松田大がその関東ラインとは少し車間を空けて、さあ2コーナーから上がっていく。松田大、1番の村上、中部ラインは上昇しますが、短期6番金沢浩二はその動きには乗りませんでした。6番の金沢は変わらず最後尾。さあ3番の山岸の前に出ました。5番の松田大、松田、村上、中部コンビが前段となって、3番手に引いた3番の山岸です。さあ赤番周回に入って、今度は3番手から逆襲してくる3番の山岸啓太、2コーナーで前を叩いて先頭に出ていきました。2番の芦沢、4番の田村、関東ラインが前と変わって打掌が入っています。さあ5番の松田大が内側上がっていって3番手のインコースになっていくのか。4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。先行は3番の山岸啓太、マークは2番の芦田大輔、人気の2人の後ろでありますが、4番の田村に5番の松田が絡んでいる。その後ろは1番の村上拓真、おっと5番の松田交代か。最終バックから3コーナー、先頭は3番の山岸、そして後方から短期6番金沢浩二、まくり上げますがこれは伸びていかない。4コーナー回った、先頭山岸の後ろから2番の芦沢大輔、
最後はわずかに2番の芦澤がかわしたように見えました。第9レース S 級予選競争です。山岸啓太が先行しました。5番の松田大がその関東ラインの3番手に絡むような動きを見せていましたが、それを尻目にスイスイ飛ばした3番の山岸、残り3周を切って1コーナーから1センター、4番の島津拓也が上がっていきます。山田と深沢を連れて島津が上昇、ここで誘導員が降りて5番の伊藤を抑えていった4番の島津拓也です。伊藤はすんなり引いて4番手、前後入れ替わる形となりました。4コーナーからホームストレッチ、前に出た4番の島津が後ろを気にしていますが、さあ5番の伊藤勇樹が一気に上がっていって赤番周回1コーナーで前を叩きました。伊藤勇樹があっさり逆襲、3番の宮越、2番の小沼、4番の島津が4番手に下がる格好で打鐘が入ります。さあ今度は睨み合い、5番の伊藤が前、中段に4番の島津、4コーナーからホームストレッチ、前を向いて5番の伊藤がペースアップ、残りは1周です。さあ伊藤勇樹のペースが上がった、3番宮越が2番手の位置、2番の小沼が3番手、その後ろが4番の島津拓也で2コーナーから最終バックへと出ていきました。4番手からまだ動けない4番の島津拓也、3コーナーから2センターにかかって前、5番の伊藤が快調に飛ばしている、3番の宮越が4コーナー回って、さあ伸びてくる3番の宮越か、宮越浩二だ。そして最後まくり追い込んできた4番の島津拓也でしたが、宮越をかわすまでには至らなかったか。第10レースの S 級予選競争です。5番の伊藤の先行から最後は番手3番宮越浩二がきっちりかわ、番手7番の中井大輔、機動力では圧倒的な7番中井であります。さあ中井が上がっていく、それに気づいている1番の相川英吾はどう出るか、ここは一旦突っ張るか。中井が4番手に戻りました。1番の相川が7番の中井にじっと視線を送りながらホームストレッチに帰ってきました。今赤番周回に入っています。1番の相川がまだ先頭、4番手で車間を切っている7番の中井大輔が、さあ第1センターから2コーナー一気に上がってくる、1番の相川英吾、これは飛びつき狙いでしょうか、打鐘が入った。さあ先行体制取った7番中井大輔、2番手は2番の村田正和、そして1番の相川英吾は2番手のインコースで粘っていく、残りは1周です。中井が先頭、2番手並走だ、1番の相川インコース、アウトコースが2番の村田正和、まだこの並走続いて2コーナーから最終バック、そしてその後ろは3番の春日、インコースが4番の尾崎、ああ1番の相川下がっていった、番手は2番の村田が守っている、2センターから4コーナー逃げる7番中井大輔、4コーナー回った、その番手から伸ばしてくる2番の村田正和ですが、どうでしょうか、7番2番か2番7番か、人気両者のワンツーフィニッシュです。第11レースの S 級予選競争、中井の番手村田正和を1番相川が攻めていきましたが、踏ん張った2番の村田正和が番手の伊藤温泉競輪令和3年度の初戦 F1 ティップスター杯はメインカードの S 級初日特選を迎えました。2025メートル6周回で争われます。対戦メンバーが今スタート位置につきました。それでは強力自力型によるスピード戦が期待される第12レースの対戦メンバー紹介していきましょう。1番和歌山東口義智、2番福島山崎義人、3番千葉の岩本俊介、4番地元静岡岡村淳、5番は三重の谷口良平、6番宮城竹内智彦、そして7番和歌山敷尾拓也、
以上のメンバーです。先頭誘導員は望月一生選手が務めます。3対2対2に分かれます。近畿中部ライン、中部近畿ラインが谷口、東口、四季代の5番、1番、7番です。難関勢は岩本俊介、岡村淳、3番、4番で、あとは北の2人、2番の山崎に6番宮城の竹内智彦がつけます。最終第12レース、 S 級初日特選の号砲が鳴りました。外の方から7番車四季代拓也が行きました。続いて1番の東口義人も前段を中部近畿ラインが取りそうです。2番の山崎義人は3番手、山崎の後ろには6番の竹内智彦が構えます。そして4番の岡村淳が前から5人目の位置にいて、3番の岩本俊介、最後尾から5番の谷口良平が上がっていく。2センターから4コーナーへと向かいます。第12レースの S 級初日特選です。南関東勢が人気となりました。3番の岩本俊介、4番の岡村淳、その3番4番の2人は後方に構えます。2周目に入りました。5番三重の谷口良平が正攻法です。今年に入って走った5場所の初日はいずれも連絡み、そして3場所前の伊藤温泉は決勝3着、続く福井 F1 では優勝と近況は好調です。その後ろは和歌山の2社で、ウィナーズカップ落車の影響はありませんと力強くコメントしている1番東口義智と、こちらもそのウィナーズカップ松坂 G2 からの転戦であります7番四季代拓也です。5番1番7番と前段に中近勢が構えました。4番手は2番福島山崎義人です。 F1、G3、そして G2 と合わせて4つ伊藤温泉の S 級戦で優勝している山崎であります。このバンクでの実績は群を抜いています。マークは6番宮城の竹内智彦、北の2人がこの位置中段に構えました。そして後方5番手や6番手が3番千葉の岩本俊介です。前走ウィナーズカップでは初日から連勝で準決勝進出と難関地区のファンをワクワクさせました。この3番岩本に地元のエース4番岡村淳がついています。3対2対2の3分戦です。第12レースの S 級初日特選、さあ6番手から3番岩本がまずは動いていく。岡村淳を連れて岩本俊介が上昇、3コーナーで前に出ました。5番の谷口良平はすんなり車を引いていって、今度は2番車山崎義人が前に出る。山崎が抑えました。6番の竹内、そして後方から5番の谷口巻き返していって、赤番の1コーナーで前に出ました。1番の東口、2番手、7番四季代が3番手、中段の位置が北の2人、そして後方に戻る格好、難関勢の岩本、岡村、打賞が入りました。さあもう一度3番岩本が上昇していく。2センターから4コーナー前では5番の谷口も合わせて踏んでいきます。そして1番の東口が岩本をブロック、残りは1周。先行体制は5番の谷口、外から3番の岩本ですが、ああここでいっぱいだ、交代だ。2コーナーから最終バック逃げる谷口、番手東口、3番手が7番四季代拓也で、3コーナーから2センターに向かっていく。そして今度は後方から2番山崎のまくり上げだ。4コーナー回った、しかし先頭5番谷口、番手から1番の東口義智です。東口です。第12レース S 級初日特選、かましてきた3番の岩本俊介を東口義智ががっちりとブロック。たまらず岩本が交代して、後方から2番の山崎義人、遅めのまくり上げを見せましたが、谷口良平の番手から東口が伸びて先頭でゴールを駆け抜けています。2着の体勢は同県7番四季代拓也で、和歌山ワンツー1番7番、まくり追い込んだ2番の山崎義人が3着ではないかと思われます。スーパースローでは1番7番2番の順に見えました。後ほどの審判からの放送でご確認いただきたいと思います。以上、第12レース S 級初日特選の模様をお伝えいたしました。はい、12レース S 級初日特選競争をご覧いただきました。実況は鈴木義文さんでした。さて、この12レース初日特選競争は鈴木誠さんが言った通りの展開にはなりましたね。そうですね、やはりね、5番の谷口が先行してね、山崎が4番手から、岩本がね、6番手からという仕掛けになりましたけどね、
でも6番のあ3番のね岩本仕掛け早かったですね今日はね、はい、そうですね一旦ね後方になってもすぐ仕掛けていってそうですね、はい、やはりねでもあと番手を回ったね和歌山コンビね強いですねはい、はい、それでは放送です。決定1着1番2着7番3着2番伊東温泉競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式17,130円、シャバン連勝単式17,390円、三連勝複式12,1980円、三連勝単式17,26,850円、ワイド17,350円、12,480円、17,150円、以上でございます。はい、12レース1着和歌山の東口義智選手です。1着おめでとうございます。どうもありがとうございました。作戦前受けからの作戦でしたか。そうですね、山崎君、岩本君に1回足使わせたところ、まあ、チャンスがあるやろってことで前から始めました。動きがありながらも谷口選手しっかり先行でしたね。そうですね、もうしっかりかけてくれるの分かったんで、うまく運んでいってくれればいいなと思って走りました。はい、その中でも岩本選手に対しての牽制すごかったですね。いやでも岩本君も強いですし、はい、やっぱあれくらい行かないと止まらないですし、あ、よかったと思います。その中でもゴール前、7番四季雄選手とワンツー決まりました。いかがでしょう。そうですね、一番いいのはワンツースリーで決まればよかったですけど、まあ、谷口君も頑張ってくれてましたから、1着取ろうと思って、はい、走りました。ご自身中1週間ですけれども足の感触いかがですか。ちょっと落車明けで感覚的にどうかなと思いましたけど、しっかり見えてますし問題ないと思います。それでは、明日の準決勝に向けてですね、決意のほどよろしくお願いいたします。はい、明日明後日としっかり走るように頑張ります。応援よろしくお願いします。めっちゃおめでとうございました。どうもありがとうございました。